皆さん、こんにちは。作家でヨガ講師、カコです。お元気ですか今日もね、東京暑い。 はいあの午前中のレッスンね、私、今、終わりましてあの、遅い時間になるよりも、この昼間の時間に、あのちょっと午後のレッスンは、えー、申し込みがなかったので、えー、朗読ライブやっていこうと思います。昨日はあは広島に原爆が落とされた日だったので、えー、キノコ雲雲が見えたという、学研教育出版から出版していただいた、えー、ノーフィクション、子ども向けのノーフィクションの朗読をさせていただきました。 で、今日はまたね。あのもう始めたので、これも最後までもう一度朗読ライブしていこうと思います。ヨガの幸せに生きる知恵森本和子著アースメディア発行です。はい。あのー。 8月の21日から25日まで、こちらにあります、公式 LINE、ご登録キャンペーンというのをやります。でその中ではねあの、プレゼント3つご用意しています。はい、楽しみにしていてくださいね。もう一つは、オフィスでも簡単にできるですね、肩こり解消ヨガあ、つまり椅子ヨガですね。その動画をプレゼントします。 そして、あと2つはあの、もう少ししたら、ね、皆さんにご紹介していこうと思います。あ,のあと2本はあの、文章で、えーこ、それを読めばねあの、ちょっと元気になるというような、えー、心の折れない作り方、そして疲れない体の作る秘訣、あ言ってしまいました。<laughs> その3本をね、 あのプレゼントしますのでぜひあの8月の21日から25日まであの公式ラインキャンペーンやりますのであのご協力いただけたらというかね登録していただけたら嬉しいなと思います。で21日からねいろんな方と対談ライブいつも私ね一人ぼっちで <laughs> こうやってライブやってますけれども。あの いろんな方と楽しい話をね繰り広げていきたいなっていうふうに思ってますので楽しみにしてくださいねはいそれでは読んでいきますねはいこれの、えー、おとといは2日前ですかねおとといはこの初めに佐藤剛先生が初めにあ違うごめんなさいあの言葉をね一歩を踏み出す勇気が欲しい人へってねこのここにあります ここ,ここに、こっち、あ、こっちか、こっちにいる佐藤剛先生があのお言葉をいただきましたので、それと私のこの書くにあたっての始めにを朗読させていただきました。今日はいよいよ第一章、夢は叶えるためにあるの一番目、読んでいこうと思います。皆さんそれぞれ夢がありますよね。私も夢があります。そう。あの 制約とかあの口に出すとね、夢が叶いやすくなるってあのよく言われるので、口に出します、はいあの。作家として直木賞を取りたいと思いますあの。賞を取って名誉欲しいんじゃないんですね。やっぱりね、名前が売れてないと本って売れないんです。だから、荷りした本って結構 少ない、ね、私あの一応強調を含めて26冊本出してますけど大体初版で終わってますなので、あのー、直木賞を取って100万部売れる作家になりたいなと、はい、公言しましたなので頑張りますまあとにかくね、まあ、すぐには無理ですよだそう簡単にね文章チャット GTP もね小説 書いモン Kindle で出版しているようですけど、ね、どんな本なんだろう読んでみたいような見たくないようなと、はい、いうのがありますけれども,もう日々ねやっぱりものを書くって精進するしかないんですね。 なのでまあ今ヨガ三昧の毎日で本当にまとまとった時間が取れないんです物を書くってまとまった時間が必要なんですけれどもまあ、エッセイを書いたりとか自分の筆ならしということでまあ、それはね毎日日々、まあ、3枚ぐらいの短いものをあの積み重ねていってあのなんだろう鉱脈金脈にね こういうテーマで書きたいっていうのを見つけた時に、もうしっかりあのキャラ設定したりね物語の設計図を書いて頑張って書いていきたいなと思っています。さあ横道にそれましたが今日の部分を読んでまいります。はい、55歳でヨガインストラクターを目指したわけ。私はヨガインストラクターになってようやく4年になります。 これ本の中でね。もう実は私はヨガインストラクターになって、なんと12年になりました。はい、じゃあ読んでいきますね。55歳でヨガインストラクターの養成校に入校しました。それまではフリーのライターとして仕事をしていました。次女も25冊になりました。若くもない私がなぜヨガインストラクターになろうと思ったのか、不思議に思う方もいるかもしれません。 2011年に皆さんも忘れることができない大事件が起こりましたそうですあの3.11東北東日本大震災です未だに仮設住宅に住んでいる方もいます今どうなんですかね原発事故で住み慣れた故郷を離れなければならなかった人も大勢いました テレビの映像に衝撃を受けました津波の恐ろしさも感じましたテレビの映像を見ただけでも無気力になりやるせなさを覚えました現地の方のご苦労を思うとまた心が張り裂けそうな思いでした力もお金もない私ができることはないかと考えましたそして自分が書いた児童書をユニセフを通して100冊東北に寄付しました 他に何かできることはないかと考えていて思いつきました。そうだ、ヨガインストラクターになろう。凝り固まった体をヨガでほぐしてあげたいと思いついたのです。私自身、かつては教育関係の出版社で編集の仕事をしていました。その当時、肩がバリバリに凝り固まり、広い頭痛と肩こりに悩まされていたのです。 月に一度は針と整体に通いマッサージをしてもらい毎日のように頭痛薬を飲んで会社に行っていましたそんな時にヨガと出会いヨガを続けていくうちに肩こりと頭痛が良くなったのですヨガで体が楽になった経験から現地でヨガを教えられたらきっと被災地の方々が喜んでくれると思いました そして自分の年齢など考えることもなく、ヨガインストラクター養成校の扉を叩きました。驚いたのは子どもたち。本気でヨガインストラクターになろうと思ってるのこれからそうです。ヨガインストラクターといえば、細身でしかも美人が多い。私はその真逆。子どもたちが驚き、えー、呆れるのも無理はありません。夫までお,かお金のかかる趣味だと諦めが 家族のそんな思いも何のその自分が決めたことは必ずやり遂げるのが私の主義やると決めたら何としてもやるのです学校に通うお金もしっかりとライターで稼いだお金を使いました自分のためのお金は自分で稼ぐのですから誰からも文句は言われませんやりたいことをやるのに年齢は一切関係ありません人様に迷惑さえかけなければやりたいことを大いにやるべきだと思います できない言い訳をするよりどうすればやりたいことができるかを考える方が素敵だと思いませんかできないんじゃなくてやらないんです。壁は自分の心の中にあるのです。ほんの少しの勇気を出せば自分の心の壁は破れると思います。この時は東北の人たちのお役に立ちたいとの思いが心の壁を簡単に破ってくれました。 自分のためではなく誰かのために役に立ちたいと思うときは人は思ってもいなかった力や勇気が発揮できるのです。早速ネットでさまざまなヨガインストラクター養成校を調べ通学に便利な新宿の学校を選びました。入校してびっくり 20代、30代の若い子ばかり、時々40代、50代とおぼしき方々がちらほら、もしかしたら私は周囲から浮いていたかもしれませんが、全く気にならず、気分は大学生に戻ったようで、楽しい日々でした。解剖学、病理学、栄養学、心理学、相対法、ヨガ講義など、さまざまな勉強も興味深く、1コマ90分のレッスンを必死で受講しました。 学ぶことの楽ししさを実感する日々でしたヨガのレッスンもほぼ毎日3時間は受けていました。毎日朝8時には家を出て、10時からの授業やヨガのレッスンを受け、夕方6時過ぎに家に帰るという生活を半年間続けました。ヨガインストラクターになろうと思う方は、心根が優しい方が多いと感じます。年齢の分け隔てなく、フランクに付き合ってくれました。 自分の子供と同じような年齢のお友達ができてとても嬉しかったです自分の歳は実は内緒にしていましたが こんなことがありました。2011年7月だったか8月だったか記憶が定かではありませんが激しい雨台風が来ました。解剖学の授業中窓の外,外の激しい雨足を見ていてこれは危ないなぁなどと考えながら授業を受けていたら案の定大雨の影響でほとんどの電車が止まってしまいました。電車がが動かなければ家に帰ることができません たまたま後ろの席に乗っていた方が同じ沿線の方でした初対面。初対面にもかかわらず、電車が動くまで一緒に様子を見ることにしました。デパートの食堂でいろいろなことを楽しくおしゃべりして,うちしているうちに、電車が動いたとの情報が携帯に入ってきました。かれこれ3時間は経っていました。新宿駅の改札に向かうと、市場まで人があふれかえり、とても電車に。 乗れそうもありませんそこで2人で次の駅まで夜道を歩くことにしました真っ暗な道も2人なら怖くはありません彼女の恋の悩みを聞きつつ恋の悩みって素敵だなと思いつつ本人は苦しいんですけど聞いている方は羨ましくもありましたおしゃべりしながら歩いているとあっという間に目的の駅まで着いてしまいましたまあ2時間ぐらい歩きましたね 一人では歩けなかったと思います。嵐の夜の素敵な思い出になりました。そして無事に電車に乗ることができ、帰宅することができました。半年間の学校生活はとても楽しいものでした。一緒に学んだ仲間たち、先生方に感謝の思いでいっぱいです。そして今、過去ヨガスタジオを主催して、ヨガを教える場を持っていることに毎日幸せを感じています。 生徒さんの笑顔が私の原動力になっています。ヨガは体だけでなく、心も健康にしてくれます。夢はあきな諦めなければいつか必ず叶います。皆さんもほんの少しの勇気を。勇気を出して、自分が本当にやりたいことにチャレンジしてください。まずは自分が本当にやりたいことを見つける必要があります。 55歳からの自分の夢に向かってチャレンジした人で江戸時代の伊能忠敬がいますこの方は日本初の本格的な実測図大日,本円え大日本宴会宴会地図を全図の作成に55歳で取り掛かりましたしかも学者ではなく商人でした 商売のの傍ら学問を身につけていったのです店を息子に譲ってから自分の夢に向かっての一歩を歩み始めたのです。歩いた距離は約 4, 4万キロ、地球1周分に相当し、歩数にすると4000万歩にも及ぶといいます。 17年間日本全国を歩き続けたのです。そして忠敬の死後3年目に弟子たちの手によって地図は完成したのです。すべて,ては初めの一歩から始まります。勇気を出して初めの一歩を踏み出しましょう。 いのただ高のように大きな夢でなくてもいいんです身近な小さなことでもいいと思います何かベランダのプランターで美味しい野菜を育てるとか習っているジャズランスの発表会で常人に踊るとか朝早く起きて散歩するとか本を一年間で五十冊読むでも何でもいいと思います 身近な小さな夢、目標を一つチャレンジしていくうちにきっとあなたの本当にやりたいことが見つかるはずです。はい、今日のところのまとめ読んでいきますね。できない言い訳をするより、どうすればやりたいことができるかを考える方が素敵です。できないんじゃなくて、やらないんです。壁は自分の心の中にあるのです。ほんの少しの勇気を出せば、自分の心の壁は破れます。 夢は諦めなければいつか必ず叶います。皆さんもほんの少しの勇気を出して自分が本当にやりたいことにチャレンジしてください。まずは自分が本当にやりたいことを見つける必要があります。すべて初めの一歩から始まります。勇気を出して初めの一歩を踏み出しましょう。身近な小さな夢、目標を一つ。 一つチャレンジしていくうちに、きっとあなたに、あなたの本当にやりたいことが見つかるはずです。ね、あのいろんなことがやりたいという人いっぱいいますよね。でもいろんなことをやっぱり同時にはできないんですね。主者選択する必要があります。だから、まあ、何をやりたいかいっぱいある人はノートに書き出してみて、でもしかしたら自分の本当にやりたいことじゃなくて、周りの、あの、 意見の影響だったりテレビや新聞の影響だったり親の影響だったりするかもしれませんね。だからあのしっかりとやりたいことを全部書いてみるといいんですね。そうすると本当に、ね、人ってやっぱり親に期待されると親の期待にかなあの 答えたいいいっていう思いがありますから自分の夢じゃないのにそっちに行ってしまって、まああのね、頑張ってる人は成功するかもしれないけどこんなはずじゃなかったって思う人も結構います。だから、ね、自分を深掘りするってたまにねで一番いいのはねあのヨガニドラっていうね寝たまんまのヨガなんですけどただ寝ます。 で、インストラクターが、まあ、私があの誘導します。体の隅々に意識が向くように誘導していきます。そうすると、体のこわばりがほどけていくんですね。で、その小わばりがほどけたあと、サンカルバって言って、自分が あのこうなりたいとかああなりたいとかこれをしたいとかそれを請願するんですあの声に出して言ってもいいしねあの私がいるし他の生徒さんももしかしてご一緒だったら声に出して言えないですよねなので胸の中で請願を唱えていただいて大丈夫ですはいあともう一つはねあのあなたの最高価値を見つけようっていうね あのそういうオンライン講座もやってますので、えー、受けていただければあのいろんな質問をねしていくんですねでそうするとそれにあの答えていただいていけますでその質問の答えがあの何が多かったかっていうので本当にあなたの最高価値あなたが一番やりたいことっていうのが実は見えてくるというねオンライン講座もやっていますので受けたい方はあの。 ご連絡くださいやりますよでオンライン講座なので日本全国もちろん世界の人でも受けられますのでちょっと私のオンライン講座あなたの最高価値を見つけよう受けてみたいなと思う方はメッセージくださいねはいそれではね、えー、このこれからの1ヶ月間ヨガの幸せに生きる知恵森本和子著朗読していきますのでぜひお付き合いいただけたら嬉しいなっていうふうに思います。 ね、心が変わると体も変わっていきます。本当にね、あのー、なんでしょうね、ヨガやって私ももう本当に体に肩に力が入ってたから、頭痛、肩こりで悩んでいたんですよね。ですが、ヨガを始めてこう肩の力を抜くっていうのを覚えたらあの楽になりました。あなたも楽になってほしいなと思います。で、楽にね、リラックスしてる方があの自分の夢に向かって行動しやすいです。 ね、お互いに、まあ、このように人生を謳歌するため楽しむために生まれてきてますから人生を楽しめる方向でいきましょうだから日々ねなぜかというと価値観がそれぞれ違うからね自分の価値観が正しいと思い込んでる人のが多いのねだから他人を変えることはできないけれども何でしょうね相手の価値観も認めつつ お互いに歩み寄っていけたらいいんじゃないでしょうかね。はい、それではまたお会いしましょう。作家でヨガ講師過去でした。はい、公式 line に登録よろしくお願いします。で、21日から本当にいろんな方をゲストにあゲストにとか、あのいろんな方と対談ライブやっていきますので、楽しみにしていてくださいね。それではまたさようなら作家でヨガ講師過去でした。